ラモスはこの瞬間からなぜか突如寡黙になった。これから始まるんだよ、そうつぶやいたラモスは最後の山の高さに思いを馳せていたのである。諦めかけた夢を再び目の前に引き寄せたラモス、目の光が鋭さを増してきた。夢叶うまであと一歩。夢を叶えたい。誰のためというのはないですけど、でも僕はやっぱりほら、ちっちゃい時に小学校の時にやっぱりラモスさんなんかと一緒に遊んでもらったってことあるから、そういう思い入れがあるから、それは当然ラモスさん、まあ、強いてこの中で言えばね、年齢も一番上だし、あんだけ頑張ってるし、それはラモスさんがこう最後スライディングして頑張ったら僕もやらなきゃいけないなっていうふうに思える選手ではありますよね、当然ね、それは。私朝死ぬかもしれないから、いや僕はどういう結果かなっても、勝っても負けても辞めるつもりでいます。